リッツさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちょっと私の曲の前にですね、明日ミカさんと一緒にやる曲を、それであんまり練習できなかったので、ちょっとさせていただきます。ミカさんでーす。明日に向けた思いありますか？はい、何かあったか、この曲を選んだのは、まあ、こんなコロナで、いろんな思いがあって何かやりたくてもできなかった人とか、なんかそういう思いを歌えたらなと思って、でこう、まあ、人生生きていてたらいろんなことがあるじゃないですか。でね、ベキちゃん、ね、まあ、そんな中でも生きていたらいろんなささやかなことでも楽しいことがあるのかなと思っているので、まあ、そういう思いを込めた曲を一曲歌いたいなと思いました。はい。ということです。はい。はい、お願いします。仲間よ、カラスの声、僕はあなたに。
影目覚めたら恐る不安僕はあなたにあなたにただ会いたいだけ信じたい嘘つかない薬帰れないさよなら叫べ叫べ素敵な歌でしたね、うんうん、素晴らしいですね平井堅ですね人気な曲だなと思いました、うん、はい、それでは続きまして私の方が歌わせていただきます。あっという間に一日が通り過ぎてゆくよ忙しすぎて疲れた鏡の中の顔ずっと気にしてたこの頃はすれ違ってばかりで優しい気持ちになんてなれずにいたよ。ありふれた言葉で君に特別な愛を
どうもありがとうございます。今の歌は、ね、ありふれた言葉という花出組さんの曲を歌わせていただきました。先ほどから来た時にちょっといきなり喋ってしまったんですが、7月13日から、単身赴任をしております、リツでございます。今は兵庫県 豊岡市というところに、住んでおります。ちょうどですね、有名なところで行くとコウノトリの里っていうのがあるんですけど、コウノトリが放し飼いになっているところなんですが、そこのすぐ近くに住まいがありました。で、いいとこですねって言われるんですが、一番のデメリットは虫が多いんです。夜になると外の窓の外にですね、虫が山ほどたかるんですよ。なんでこんなことになるのかなと思ったら、コウノトリは田んぼで餌を食べるので農薬をまかないそうなんです。なのでものすごい虫がいっぱいで、なんかムカデも出るらしくてですね、引き継ぎは、何ですか、雨戸に貼るなんか虫よけのなんか殺虫剤とムカデよけの瞬間凍結なんとかスプレーっていうのを引き継ぎで受けました。まあでもな、田舎なんでね、本当にいいとこかなと思うんですけども、そんなところに一人今ポツンと寂しく毎日過ごしておりますが、そんな中、昨日はね、おとついか音楽友達の方がライブをしてくださいまして、本当に楽しく寂しくならずに済んだ一晩を過ごさせていただきました。そんな中で孤独な太陽という曲、ブラブラと帰り道、夜空を見上げたら月の影、あなたの影が見えたよ。この頬に感じながら、なんだか知らないけど涙ぽろりこぼれ落ちた夜さ、この俺は孤独な太陽、それが男と思ってた、教えて教えて悲しいよ、いつの日にか優しさに変えちまう、そんなあなたと二人に生きられりゃ、輝くけど孤独な
て悲しいよ、いつの日にか優しさに変えちまう、そんな日をあなたと二人生きられや。どうもありがとうございます。それで、単身赴任になる前から歌ってるんですが、なんか単身赴任の歌になってしまいましたねなんかね、本当に、でもね、さっき言った2時間40分で息劇ができるので、そんなに遠くないかなと。昔、奈良から西宮に行かれてたことがあって、その時は片道2時間電車でかかってましたからね。そんな思ったら大したことないかなと思うんですけども、次は、また花恵さんの曲で、久々に「君は僕の友達」という曲を聴いてください。「眠れないのなら、そばにいるよ欲しい」「言えない夜、心の奥に沈む悲しみ」「そこまで行こう」自分をうまく出せずに、分かり合えずに、そっと傷ついて、本当を探し続けるうちに、遠くまで来た。そばにいるよ、小さな明かりともして、ああそばにいるよ、君は僕の友達、あの頃僕らが好きだった歌を歌おう。
一人きりで生きている君は自分を探し続けるうちに遠くまで来たんだね。ああそばにいるよ。小さな明かりともして、新婦にもしてですね、一つ分かったことは、奥さんは大変やなと思って、洗濯一つ、掃除一つですね、ご飯一つ、なかなか大変やなと、なんですかね、単身赴任して2日目にですね、自炊しようと思って、でご飯は炊いてたんですね。おかず買って帰ろうと思って、まあ、せっかくやからお刺身食べたいなと思って、スーパーでお刺身買ったんですよ。で意気揚々と帰って、さあ食べようと思ったら醤油がないんですよ。普通ね、家にはどこでもね醤油なんて当たり前にあるんですけど、今のお刺身パック醤油ついてないんですね。びっくりしました。わさびがついてます。横にこう無料で。あ、そうなんですか。そんなことすら知らないというね、ダメですね、はい、で、わさび食べました。おいしくなかった。買いに行けばいいんですけどね、近くにね、コンビニとかないんですよね。また車乗って行かないといけないんで、もう嫌だなと思って無理しちゃいましたけど、はい、本当大変な、だから何気ないさっきのあれですけど、生活っていうのは本当大事だなと今つくづく思いますが、はい、そんな中で、奥さんに感謝を込めてですね、ちょっと大丈夫という曲をまた最後に歌わせていただきたいと思います。どれだけの道のりを君と乗り越えてきたんだろう。喜びや悲しみも今は穏やかな風が包む。うまく言葉にできないけれど、そばにいてその笑顔を守りたくて、君の手を握りしめ、大丈夫大丈夫そうつやいた。もくろ大切な人、時を紡いで生きてゆこう。
ね、何度選んできた右と左の分かれ道、遠回りしてまた出会う、そんな気がするよ運命なら。忘れてた夢気づかせてくれた、僕が君にできることなんだろうか。君と結んだ心、ありがとうありがとう、信じているよ。僕の大切な人、未来の扉を共に開こう。すれ違ったり誤解もあったけど、時が僕らを育てたね。だから笑って言いたいよ。どれだけの道のりを君と乗り越えてきたんだろう。喜びや悲しみも今は穏やかな風が包む。どうもありがとうございました。リスでした。